で、まず、私の方から、終わりを申し上げさせていただきたいと思います。もともとは信頼していただいて、紹介も者も言葉もありまして、あったそうで、本当にうちをもともとは信頼していただいてにもかかわらず、その信頼を本当に裏切ったということになりました。そのことについて今更ですがお詫び申し上げます。やはり横山さんのお考え通り、こうきちんと手続きをしていなかったがゆえに、答えるに答えられないと勝ったということが事実です。本当に、どんどんこう自分を追い込んでいったということが事実です。で、まあ、なので、もちろん許されることで、理由もこう何も申し開きはできないことは理解しております。その結果、横山さんのお店、生活、信頼、もしくは紹介の早川さんを含め、いろいろな方々に迷惑かけ、特に横山さんの信頼を傷つけたということは本当に申し訳なかったと思っております。その挙句、何か事務所に形としては呼びつけるような形になってしまったこと、さらにはご自宅に直接伺ってということの形を取ったということについても、さらにこうミスというか、こちらの落ち度の上塗りということをしてしまったと考えております。横山さんからこの当然 の, お叱りのお言葉とお怒りの言葉をいただいて、弁護士としては横山さんに関してあるまじき行為、人としてもあるまじき行為をしてしまったと考えております。重ね重ねお詫び申し上げます。今振り返ってみて、人間としてのうちに弁護士意見が道に反していたこと、私自身もこのことを聞いてから、やはり弁護士以前の人間の道に学ぶことが少なかすぎた、この大きな反省の機会と勉強し直す機会を横山さんがお与えください。そして真の人間の道とはどういうものであるかと、家族というものはどういうものであるかということを考え、本当にスタートに入って、この監督のなさ、自分の責任のなさ、深く反省しておる。その結果において今述べられたような大変なご迷惑をおかけしたということが、返す返しも終わりのことがございます。監督者としての、監督というか責任者としての事務所の者として、一弁護士として、それ以前に一人の人間としてのやはり常務注意の乏しい人間の比較に
少し欠けてた点があることを考えます。なんとお詫びして申し訳ありません。奥様からのご相談のね、このままで私たちの間違いから生じたこの被害の点についても可能な限り努力させてお償いさせていただきたいと思いますので、大変にはありましょうが、ご理解をいただければ、これに優るものはございません。特別な機会をお作りいただきまして、ご協力を仰ぎましたことに重ね重ね深く感謝を申し上げます。お詫び申し上げます。